皆さんこんにちは。今日は折り紙でこのやっこさんを作っていきたいと思います。はい、ではちょっとやっこさんこっちに置きますね。はい、じゃあ今日は紫色の折り紙で作っていきます。みんなは好きな色で大丈夫です。さあ、結構簡単に作れちゃうやっこさんなんですね。じゃあちょっとみんなで折っていきたいと思います。じゃあこれ白い方を上にしていきます。まず真ん中の線が分かりたいので、このいつもねやってる長いところと長いところをこうくっつけて四角を作っていきますね。折り線です。はい、できました。そして開くとこんな感じですね。真ん中が分かりました。そしたらこの真ん中に向かって角を折っていきますね。こんな感じですね。こう切っていきますよ。全部折ります。4枚ね、4つあるんですけど全部折ります。はい、全部よいしょ、折れました。こういう風に折れました。そしたらこれをもう一度中に向かって折っていきます。ここの真ん中のところに向かってですね、こういう風に反対ですね、反対子に向けます。こうやってなってるんです。これを後ろ裏返しにしてもう一度こういう風に真ん中のところ、十字のところに向かって、またこれも4つの角全部折っていきたいと思います。よいしょ。ちょっと結構これずれやすいんでね、でもずれても大丈夫です。さあできました。そしたらもう一度ひっくり返して、またこの4つの角を真ん中に向かって折っていきます。よいしょ。はい、できました。そしたらこの今閉じてあるところを広げていくんですけど、一つはお顔の部分なので残りの3つを広げます。ちょっと難しいんですよね。あらら、くっついちゃった。じゃあここくっつけてみましょう。よいしょ、こういう風に開いていきます。ここお顔です。ここがちょうどこうおててみたいな部分になるんですかね。で1個、もう1個開いて、この下の部分。そうするとじゃじゃーん、やっこさんの完成です。ぜひお家でも作ってみてください。バイバーイ。